箱入り息子です。今日はですね、僕のリベンジ企画となってまして、以前ですね、僕が一人でオープニングを撮った動画覚えてますか？僕が家出をしたらドッキリというのをしたんですよ。そしたらみんな誰もね、心配してくれなかったわけですよ。僕は悲しくて悲しくて、なので今回リベンジ含めてモニタリングをしていきたいと思います。まあ、内容なんですけども、今日メンバーのスケジュールがバラバラで、多分バラバラで帰ってくるんですよ。なのでそれを見据えて、僕がこのねソファーで無防備に寝ていたらメンバーどうするのか検証したいんですよ。それでは行きましょう。せーの、行くなに。寝てきてもらいます。寝落ち1週間出したいんで、あの携帯されればちょっと持ってる感じで行きます。おかしいよね。何がおかしいよね。何してんすか。帰ってきたわけ。違う、俺がここでこんな寒そうに寝てんのに、うん、むしろおかしいやん。何で反応するん。逆におかしいおかしい。俺とかも違う。俺が無防備で寝てたら暖房つけるとか乾燥するやん。暖房つけたら朝なお前。いきなりちょっと思ってたと違うの。なんでフォアでさ、自分が寝るという選択をしたのに起こされたら嫌やつ、ね、困ってちゃう。そういう手やった今日は。あ、そういうこと。もう一回やりました。全国民的彼氏になって。おかしいよ、ね、30度とやばいから。おかしいやん。じゃあ、うわぁ、ゆっくり、ゆっくりね。ちょっと、耐えちゃったわ。さっきの反省を生かし、ちょっと電気消そうかな。ちょっとね、寝てる感もっと出したいな。消して、寒そうな感じで寝るわ、こういう感じで。次多分ね、ヨガ帰ってくると思うんやけど、ヨガは優しいから。こんな寝方する。Hey guys。え、なんか起きたんだけど。え、風邪ひくよ。おはよう。風邪ひくよ。お布団かけてあげる。ありがとう。俺も半袖だけど布団かけてあげる。何しとん。笑ってたよね。俺が寝てるの見て。そんな寝方するなんか服の中入っちゃって。買い物行ってた。買いましたね。うん。今ちょっと。動画撮ってて。何の動画。あっちにある。おお。じゃあ俺が楽しそうに寝てたらどうしてくれるかなと思って。お、検査。おさん、やめてください。なるほど。あっとみます。おさん、おさん、おさん、やめてください。ソファで寝てるの割と普通だからね。なんか寝心地いいんだよな、このソファ。いいよな、めっちゃ優しさを感じて。俺は服かけてくれる。なんかね、疲れてるかなと思って笑わせようと思って。おさんみたいになってもよかった。めちゃめちゃでかかってくる。バイバーイ。じゃあ、お疲れ様でした。丁寧にやる。お疲れ。次、多分コタロさん帰ってくるんで、多分コタロは多分ワンチャンオッシンとかしてくるから、まあ、それに期待して一回ちょっともっとね、あの寝てる感出すわ一回本気で。何ですか。つまんない。ガチャ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 映ってわ。人が寝てんのによ。うん、おやすみだから起こさないでした。何してんの。何が刺したりせろよ。もっと何の何の人がさ、こんな真冬にさ、布団もかけずに暖房もかけずに寝てるわけ。寝てたらやったら起こさなくなって起こしてほしかったの。ちょっと悲しい。モニタリング検証してる。無防備に寝てたら、うん、メンバーはどうしてくれるかなって思って。ああ、そっとしておくタイプ。俺も助けてくれ。ヤト君だけだけど、みんなとも多分スラブしていくと。もう一回やってあげるよ。じゃあ、見本見してくれよ。うん、見本見してやるよ。いや、疲れたな。
けてあげようか。おい、はよ、起きて。なんで何で寝てんの？僕帰ってきたのにさ、何で寝てんの？間違えた。僕帰ってきたのなんで寝てんの？ご飯作って待っとけよ。間違えた、今日ご飯一緒に作ろうよ。帰ってきたのにさ、寝てんのね。あ、間違えた、何で寝てたの？僕がこっち側だったら、みんないっぱい話していると思うけど、今日は多分どの問題か。うん、お疲れ様でした、バイバイ。気持ちは、もっと明るくしてた方がいいよ。顔が見えてた方がいいんだよ、知らんけど。もっと小声とけよ。頑張ってですね。もうラストなんですけど、ピンチです、これはとても。最後、みなとくん帰ってくると思うんですけど、もう何時間も撮ってるわけですよ、こちらも。なのに、みんな助けてくれない。大胆に行こうかな。最後は電気もつけて、顔も見えるでしょ。これでいこうか、これマジで。何してんの？うそ。何してんの？眠たい？眠たい。眠たいんか、お前。うわ、疲れたね、今日も。疲れた。おかしいよ、これ。おかしいよ。寝るか、もう一回。あ、手当てきな。よいしょ。はい、カット。素晴らしいよ、君は。寝るな。痛い。おかしいよ。いいよ。回ってんの、回ってんの、うん、あれできるの、寝るすぐこうで、モニタリングしとったの、今。モニタリング、そう、これは、人一倍疲れてる。だから一瞬寝る。なるほどね。寝すぎじゃないんよ。ちょっと具合が悪いんかなと思って、お腹鳴ってたから。それは普通になってましたね。ガチで眠いやめてくれ、うん、もう一回もしないから。寝る、何がしたかったの？だから寝れたらみんな心配してくれるかなっていう。心配して一緒に寝たいの。一番取れたかった。困ってる？困ってる、困ってる。どうぞ感想は？ふるふるが困ってたら、みなとは困ります。違うよ。そう、モニタリングでしたって話です。モニタリングでした。よかったよ。好感度爆上がりおじさん。ほんと？うん。あげん。よっしゃ。やるよ。最後やったから、最後の鳥で。最初の鳥取？じゃあ、困ってたら俺に言ってね。OK。というわけで、この動画が良かったら、高評価、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ということで。知ってたよ。なんか、メンヘラみたいになってる。怖い。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけで今回はですね、第2弾やらせていただいたんですけども、まあね、まあ満足いきました。次回ね、次第3弾やるんで、次はまたよろしくお願いします。今から部屋に帰って寝ます。おやすみなさい。